うつむき加減でどうしたの？こんなところで会えるなんてすごい偶然だね。どうしたの？もしかしてはしゃぎ疲れちゃった？君は可愛いな。からかってないよ。僕の本音なんだけど、信じてもらえないかな。でも、君の魅力を語り出すと長くなるしね。またの機会にしておくよ。何？学科の参考書を選びにちょっとね。そういう君は？そっか、うん、君らしいね。まさか、そうじゃなくてね。君は何を着ても似合うから迷っちゃうだろうなと思って。それは、可愛い後輩には自然とそうなるものじゃない？そうだ、実際にワンピースを着てみせてくれる？こういう時は自分以外の視点も必要なんじゃないかな。僕でよければ、君のワンピースを選ぶお手伝いをさせてくれる？もちろんだよ。それじゃあ行こうか。はい、それじゃあカーテン開けるね。うん、よく似合ってる。ノースリーブは君の爽やかさを増すんだね。
すごく似合ってるけど、さっきのふわっとしたワンピース姿も可愛かったし、迷うな。ぼーっとしてどうかした？ああ、白くてふわふわしてたのだよね。そうだな。どっちもかな。嘘は言えないよ。どっちも君にすごく似合ってたんだから。それは仕方ないよ。君が着こなしちゃうんだから。すみません、微笑まし…いえ、仲がいいんですね。彼氏さんとお買い物ですか？はい、そうです。今日は彼女のワンピースを選びに来たんです。僕はファッションショーみたいで楽しかったよ。それに僕の方こそ君のお役に立てなかったんだし。だったら嬉しいけど、でも最後の方ちょっと元気がなかったよね。もしかして僕何か君に余計なことを言っちゃったかな。
ああ、なるほど。そういうことか。君は僕が彼氏だって名乗った理由が気になるの？これからそうなるかもしれないからかな。希望と期待を込めて。ねえ、いつか来るかもしれない日のために手をつなぐ練習しようか。ほっぺが真っ赤だよ。からかったつもりなんてなかったんだけどな。君はそういう意味にとったんだ。よし、今日の練習はここまでだ。簡単なミーティングをする。集まれ。みんな、今日もよく頑張ったね。努力の一つ一つが確かな結果につながると僕は信じてる。最後まで諦めずに頑張ろう。お疲れ様。お疲れ様でした。最近部活が忙しすぎて星空見上げる余裕がないんだよな。だからめちゃくちゃ星空が恋しくなっててさ。だろう？お前らがそんなこと言い出したから俺も無性に天体観測したくなってきたぞ。僕も天体観測したいです。夏の星座は天の川を中心に見応えがありますし。けど星を見ればテンション上がって励みになるだろ。部長と副部長のお許しさえ出れば。
あれ宮地先輩、天速会開く暇があったら一本でも多くの矢を撃てって怒鳴らないんですか。まあお前たちの気持ちはわからないでもない。あれ珍しいこともあるもんですね。星月学園の生徒は星が好きで入学してきたんだ。練習のためとはいえ星立ちしてれば星が見たくなって当然だ。天体観測か。確かにこんなど田舎で暮らしてると星を見上げることが唯一の楽しみですもんね。部長どうでしょう、一日だけ天体観測を許可しても俺はいいと思います。そうだね、僕も大賛成だよ。みんな頑張ってきたんだ。今日はこの後急遽天体観測をしに行こうか。やったー、部長と副部長のお許しが出たぞ。たまにはいい息抜きになるかもしれませんね。そうだね、食べ物を持ち寄ってのんびり天体観測をしようか。一回解散してから屋上庭園に集合でいいかな。問題ないと思います。それじゃあみんな一回解散して屋上庭園に集合ね。おやつを忘れないように。ああ先輩、そんなに慌てなくても大丈夫ですよ。うん、木之瀬君の言う通りだよ。みんな今来たばかりだからさ。それよりどうぞ。お手をどうぞ。足元が暗いから僕が先輩を誘導しますよ。木之瀬君は紳士的だね。先輩に対してだけですよ。みんな、彼女が来たよ。あ、本当だ。おーい、お前おっせえぞなあ宮地。話せ。犬飼先輩に白鳥先輩、宮地先輩が苦しそうですよ。いいって気にすることねえよ。犬飼、白鳥、後で覚えてろよ。嫌なこったすぐ忘れるよ。みんな仲が良くて羨ましいね。いいじゃないですか部長、僕たちは先輩と3人で仲良くすれば。それもそうだね。やっぱり来てよかったね、星が綺麗だ。久しぶりの星空はいいですね。
天の川のことなら俺に任せろ。この前授業でやったばかりだから。天の川の正体とか季節によって天の川の明るさが違う理由とかたくさん勉強したんだぜ。あ、それ宇宙科の授業でもやりましたよ。え？天の川の光芒は地球上から見た銀河の内側というのが正体なんですよね。銀河系に群れる無数の星の光が重なって見えるもので。清瀬、俺の話を取るんじゃない！せっかくこいつの前でいいところ見せたかったのに。え、白鳥先輩、何か言いました？そこは聞こえないふりをしてやれ、コグマ。それより夏の星座といえば神話だろう。どの季節よりもドラマチックな神話が満載だからな。それもいいんですけど、どうせならもっと現実的な話しましょうよ。人工衛星ウォッチングなんて意外と面白いですよ。スペースシャトル飛行の航跡観察なんかもおすすめです。星見に来たのに人工衛星観察なんてロマンなさすぎだろ。太古の昔から伝わる星の神話を語ることこそ天体観測の醍醐味だ。ない！みんな譲れないみたいだね。ですが大騒ぎしていては苦情が来ます。そうだな。よし、誰が星を語るかはじゃんけんで決めよう。じゃんけんぽん。へへ、俺の一人勝ち。今夜の天体観測の主役はもらったな。それじゃあ始めるぞ。俺が今一番ハマってる神話はサソリ座の心臓だ。アンタレス、この前授業で習いました。確か直径が太陽の230倍もあって、地球からの距離が約550光年の老星なんですよね。ハルキ先生、そのモノマネ今でもやってますよ。うちのクラスで流行ってます。こらこら、そこの天文家コンビ、俺の話の腰を折るんじゃない。今は神話におとなしく耳を傾けなさい。犬飼先輩、お願いします。気を取り直して。夏の宵の南の空でひときわ目を引くサソリ座の中心で輝くのが真っ赤な一等星アンタレス、通称サソリ座の心臓だ。血液が集まる心臓のイメージ通り真っ赤なアンタレスだが、この名前には由来がある。しばしば同じく赤い星の火星がアンタレスに重なる時期があるんだが、地上から眺めるとまるでアンタレスと火星が睨み合っているように見えるんだ。火星、つまり軍神アレースに対抗するものという意味でアンチアレース、つまりアンタレスと呼ばれるようになった。なあ副部長、星座の名称由来の授業で中国ではアンタレスを大火と呼ぶって習ったよな。ああ、ちなみに日本では
酒酔い星と呼ぶ地方もある。どちらにしろ赤く燃えているイメージから来たんだろう。だから今夜の主役は俺のはずだろうが。すまん。そういう割には肝心の神話の話はしてませんよね。ギク。その反応を見る限り何か裏がありそうですけど。ちょっと思い出したことがあるんだけど、神話家の同級生から聞いた話なんだけどね。アンタレスについての神話は実はあまり残ってないんだって。それでアンタレスについての神話を創作することが2年生の時の神話科の夏の課題だったような気が。バレちまったら仕方がない。実は全然思いつかなくて、部長やみんなのお知恵を拝借できればと。まったく犬飼い、部活で忙しいのはわかるが、課題は自分の力で成し遂げてこそ意味がある。他力本願でどうするんだ。まあまあ、神話はたくさんの人々の口述伝承で成り立っているものだからね。一人で考え込むよりもこうしてみんなで話し合いながらの方がいい話を作れるかもしれないね。この際ですから、ちゃっかり者の伝説なんて創作してはいかがでしょうか、犬飼先輩。うまい、清瀬、座布団一枚。ありがとうございます。そうだ、犬飼君の課題がうまくいくか先生術で占ってあげようか。ホロスコープも持ってきてるし。いいんですか。構わないよ。確か犬飼君は天秤座だったよね。はい。部長、僕の占いもしてくれませんか。この夏、僕が弓道の腕を上げられるかどうか。それは占わなくても結果は出てるよ。小熊君はよく頑張ってるし、日々弓の腕は上がっているよ。もちろんそれは部員全員に言えることだけどね。部長、ありがとうございます。僕もっともっと頑張ります。努力は人を裏切らないからな。これからも頑張れよ、コグマ。はい、頑張ります。どうした？ずいぶん嬉しそうな顔をしてるな。クッキー？
いいのか。そうか。美味しそうだ。遠慮なくもらう。悪くないと思う。個性的な味がしていいと思うぞ。ああ、楽しみにしてる。それじゃ俺は次の授業の準備があるから。放課後に道場で。